本動画は山形大学地域教育文化学部文化創生コースの紹介動画です。コロナ感染症が流行する前に撮影した写真ではマスクをしておりませんが、現在では必要に応じて適切なマスク着用と器具の消毒など対戦感染対策を施して対面授業を実施しております。コロナ禍では写真撮影も制限され、 紹介映像として不十分なところもありますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。本動画シリーズが紹介する概要は、ここに示すように大きく4つです。本編では、1の学びの目標とプログラムについて説明したいと思います。 文化創生コースの学びの最終目標は地域社会で活躍できるようになるということです。地域と言っても田舎を意味していません。確かに山形は地方の都市ですが、東京でも仙台でも大都市も一つの地域ではないでしょうか。例えば新宿の歌舞伎町にも 地域社会がありますし、山形市にも、鶴岡市にも、仙台市にも、石巻市にも、世界中のどこにでも人々が暮らしていれば、そこに地域はあるのではないでしょうか。つまりどこに住んでいても、人々の暮らしを作る、想像する、地と技を学ぶことを本コースの大きな目標に設定しています。いろいろある、 知と技のうち、我々文化創生コースでは特にここに示す5つの分野、領域に強くしっかり学べるということを目指しています。次に4年間の学習イメージを説明します。上から下へ学年進行をしています。左から右へは 各授業群の内容を分けて説明しています。まず山形大学に入学した学生は、どの学部であろうが基盤教育という基礎的、教養的な学びを学習してもらいます。文系、理系、学問に関係なく、まんべんなく学びます。英語などの外国語もここで学びます。次に、学部や コースで共通的に学ぶ授業群を設定しています。地域複合型の講義や実習などが配置されています。3年生必修の授業にフィールドプロジェクトといって学外での実習演習型の授業も開講されています。さらに専門領域の授業として心理、スポーツ、食、 音楽、造形美術の5つの領域を軸に専門性を学びます。その中で3年生には特別課題演習、4年生には卒業研究という授業があります。これらは各先生が主催、開講している研究室、ゼミ室ごとに分かれて自分が最も詳しくなりたいこと。 最も勉強したいことを調査、実験して、自ら明らかにしていくという実践型の学びです。テーマは5つの領域から選んでもいいですが、5つの領域からあれとこれを地域に生かすというような複合的にミックスした学びを選ぶこともできます。 ぜひ指導してもらいたい先生と相談した上で新しい可能性を学んでもらいたいと思います。これらの学びの延長にここに示すような資格免許を取得することができます。ただし、たくさんの授業を履修しなければなりませんので、2つ以上の複数免許はかなり厳しいものです。 取得にはかかわらず、各大学や学部で細かい取得条件がありますので、我々のコースであろうが、他の大学や他学部コースであろうが、しっかりと確認した上で受験されることをお勧めします。いろいろ 複合的に学べると言っても、整理されてなければ、ただの雑学になってしまいます。そこで我々のコースでは大きく3つのプログラムを用意しています。1つは、心身健康支援プログラムで、スポーツ、食、心理などの心身の健康に関係する知と技法、技を学びます。 次に、芸術文化創生プログラムで、音楽や造形美術に関係する文化的な実践を学ぶための知識と技術を学びます。さらに、チャレンジプログラムというのがあります。これは文化創生コースの学部教育と、その上の社会文化創造研究科という 大学院の教育。4年と2年、合計6年の一貫教育で、音楽、美術、造形、スポーツの分野では、より効果的に安定的に学習できるようにしてあります。これに関しては別の動画を用意しておりますので、そちらも参照してください。 最後に、これで文化創生紹介動画のパート1を終了しますが、免許や資格所得に関係することを詳しく知りたい方や、疑問や不安を持ちの方は、ぜひ質問や相談にお越しください。また、パート2の以降の動画もありますので、ぜひご覧ください。以上でパート1を終了いたします。